自分は悪くないと思ってるの。お、厳しい意見やね。悪くないと思ってないことはないよ、もちろん。そんな見るなんてね、あんまよろしくないことだし、じっと見るなんて。見たのは別にわざとじゃないけどね、恋じゃないけどね。でもそれを内々で済まそうとしてたのを、舞ちゃんが大きい声で言ったことによって被害者が生まれてしまったっていう。果たして私だけなんでしょうか、悪いのはっていうね。まあ、そしたらお前が悪いって言われると思うけど恋ではなかった。視界に入ってきた、突然裁判みたいになってる。それでも僕はやってない。いやでもこういうこと割とねしょっちゅうありますね安否が可愛いから罪。いやそれな